これから選挙権を持つ高校生が選挙の仕組みや投票の大切さなどを学びました。この出前講座は若者の投票率アップのために実施していて、今日は日大山形高校の2年生およそ330人が参加。生徒たちは若い世代の投票率が低迷している現状や選挙制度の仕組みなどを学んだ後、模擬投票を体験。会場には記載台や投票箱が用意され、本番さながらに1票を投じ、投票までの流れを確認しました。一人の社会人として投票することの大切さを学ぶことができました。本当に自分たちの意見が反映されることで日本も変わっていけると思うので、私たちが本当に主役だと思って選挙に行くことが大切だなって思いました。山形市選挙管理委員会によりますと、去年行われた市長選挙では、18歳の投票率はおよそ 33% と、2019年の選挙に比べ5ポイントほど上回ったということです。